こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。前回からね、孤島パートになっていくんですが、ちょっとね、操作器具のね、不良によりね、早速ガトリングマシーンにね、斬殺系され、斬殺はおかしいな、まあ穴だらけにされちゃったというところなんですが、まあ今日もね、シコシコやっていきましょう。なんかちょっとこの緊急施設ね、ゴーンとかって音がしてね、結構ね、怖かったりするんですけどね。うん。そうそう。なんかね、久々にね、またね、ちょっとね、お世話になった人とね、飲んでたんですよ。まあ、その時、まあ、それ、とある不動産屋さんの社長さんなんですけど、僕がまあ、いろいろとお世話になった方でして、まあ、すごい好きな方なんですけど、すごいね、僕のことを気に入ってくださってるというか、うん。なんかね、まあただ、まあ、僕がその新卒の時に入った会社のお客さんなんですけど、なんかね、最初言われたんですよね。なんか、まあ酒の、お酒の席なんでね、どこまで本当かっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあ、言われたのが、最初ね、若造がお前、社長に、まあ、何しに来たんや、みたいな、まあそんな感じで、別にその高飛車の方じゃないですよ。高飛車じゃない方、高飛車全然ない方なんですけど、まあちょっと僕をね、試す意味で、そういう風に思ってたみたいな感じだったんですよ。だから要は営業マンとしての腕がどれほどのものかって、まあでも新卒の人間にそれ試すっていうのもなかなか酷な話やなとかって思いながら聞いてたんですけどね。かわいそうだよね。なんでこんな火炙りにされてたんだろうね。うん。そうそう。で、どんなもんかなって。で、まあ、最初はそのいろいろね、冷たい態度取ってたし、そのなんか、たわいもない会話ばっかり してくるんで、だって新卒がやることなんかさ、そのシンプルにさ、売るしかできないわけじゃん。だってお客さんのさ、課題聞いてとかさ、って、若造にさ、課題なんか言うわけないじゃん、会社の。うん、普通に考えれば。ちょっとこれは諦めるべきか？悩む。うん。どうしよう。焼夷弾捨てるか。ね、だからまあたわいもない会話だから普通にコミュニケーションが取れるかどうかなんですよ。例えばじゃあ社会人の人たちがそのまあ面接官だとしてさ、面接の人がさシンプルにさ学生にさどんな経験してきましたかとかさ、どんなことができますかとかって聞いてもさ、社会人になる能力とさ、社会人として働いていく能力とさ、ね、学生の時にで使ってた能力ってやっぱ全然違ってくるんですよ。っていうことは普通にコミュニケーションを取ってて、こいつ楽しいかな、こいつと一緒に働いたらなんかいいことはあるかなっていう、そういう目線でなるわけだよね。だからそういう意味では僕ね、冷たくされたっていう自覚が全然なくって、なのにこいつ俺がこんな態度取ってるので、え、背中、あ、今背中に刺さったよね。え、おかしくね。まあいいや。そう、うん、じゃあ燃やす。そうそう。で、だから新卒の人間が、ビジネスの話なんかを、ビチッとね、できるわけがないんですよ。まあ、自分のこと、なんかこう言ってて、なんかすごい虚しいんですけど、本当は自分はビジネスができる男だって、ね、当時は勘違いとかしてたんで、あれなんですけど、まあまあ、それはいいとして、買った。来てるんじゃね？やっぱり。うん。で、ただ、僕ね、フットワークは軽くて、ちょっとね、中心地から車で40分とか50分くらいの結構離れたところの、お客さんだったんですけど、でもね、足しげく通って、なんかね、なんか何回も来るの、こいつこんなに俺が冷たくしてんのに、なんか何回も来るって、ほんといいやつだよな、っていうふうに思ってもらってたみたいで、なんか気づいたら、なんか好きになってたわ、みたいな。だからね、仕事をね、もう変わって辞めちゃったけど、まあそれでも今、お前、君とね、こうやって飲むのが、ブルーホース君と飲むのがすごい好きなんだよね、とか言って。うん。まだ、まあ一対一でしっぽり飲んだのは初めてだったんですけど、まあその後ね、バーに連れてってもらって、なんかカラオケバーか、みたいな連れてってもらったりとかね、したりはしたんですけどね。うん。なんか、この話はあんましちゃよくないな、カラオケバーに行ったなんて話をしたら、嫁さんにバレたら怒られるから、あんましない方がいいかったかもしれない。うん、まあでもそんな感じなんですよ。そうそう、まあ、だから人間ね、どう思って
ってもらえるかっていうのは分かんないんですよ。あの初手嫌われてしまったらあれなんですけど、嫌われたかどうかもまあ重要だとは思うんですけど、結局足しげくね、あの単純接触効果っていうのがして、その1回しか会ったことない人と、まあ、5回6回会ったことある人とだったら、その内容がどれだけその進展しているものかどうかっていうのも確かにあるけど、まあ、それとは別でね、あのシンプルにね、あの会ったことのある回数が多い人の方が好きになってもらいやすいっていう傾向は当然ながらあるんで、まあ、そういう意味ではね、僕はあの非常に自分が当時取ってた行動っていうのは良かったかなと思うんですけどね、うん、だから there, まあ月のノルマで何件みたいなのが会社で回らなきゃいけないものってあったんですけど、営業マンとしてね、うん、でまあそれは僕普通に、何倍、うん、2倍3倍の量回ってたのかな当時、うん、だから年間のその訪問件数は圧倒的に全国で1位を取ってたんで、まあ実績も1位を取った年もありましたし、まあそれのおかげなのかもしれないけどね、うん、っていうのがあったんで、さっきこいつら潰しとくか、あれ OK、うん、っていうのがあったんでね、やっぱそういうのって大事だと思うんですよね、うん、だってしょっちゅう連絡取ってくれる後輩とかってすごい可愛いなって思うもんね。でなんか久々にさ、あの連絡してきたなと思ったらさ、こいつなんなんみたいなことをさ急に言ってくるやつとかもいるわけじゃないですか、うん、そこなんだよね。あれ閉まらない、ちょっと待って、これおびき寄せられてますね。じゃあ行ってやるか。でほい、はい、オッケー。これでも全員始末あれできてない、できてなさそう。オッケー、オッケー、ピン。あ、まだいい、そっちの方向に飛んでいったね、仲いいね。はい、で、ちょっとね、あの鎖片びらじゃないね、なんか持ってるのがいるんだよ。これなんていう武器なんだろうな、ちょっとよくわかんない。鉄球、鉄球って言い方おかしいよね。うん、でこれは本当あれだよね、なんかあの敵役の鏡だよね。あんな蹴飛ばされてんのにさ、ちゃんと握ってるんだもんね。あ、なるほど、あの、あ、今気づいたわ、あのレバーを引くことで開けたり閉めたりっていうのやってたんだ。でもレオンが来るかどうかのが分からないタイミングで、よくタイミングよく穴引いたり開けたりできるよね。すごい、知らんかった。へえー、面白いね。まあ人生どこで何が起こるか分かんないですけどね、まあ、その人とはね、なんかあの どういうタイミングになるか分かんないけど、いつか一緒に仕事しようよって言ってね、あのちょっと具体的にこうこうこうだみたいなことをね、あの言われたんですけどね、あのこういう働き方してほしいし、こあの ここで支店出す時もちょっと支店長になってほしいし、であの年収はこれだけ出すから、あの仕事してくれよって言われたんですけどね、あもうぜひ乗っかりたいですとかって思ったんだけど、うん、まあまだちょっとそれはね、数年後の話なんですけどね、まあすぐにできるような話じゃないからあれだけど、うん、まあでもね、なんかその今会社を大きくしている最中の方で、でまあ社員数もどんどん年々伸びてきてるのかな。だから本当一人で始められた会社なのに、あの一人で始めた時ってやっぱ一番苦労するのって採用なんですよ。だって人集めても来ないわけだし、やっぱ縁故採用が中心になってくると一般的に募集して普通来ないからね。で そこからまあちょっとずつ会社を大きくしていくにあたって、まあ今その必要な社員っていうのがどっちかっていうと、その今イエスマンがいっぱいいると、でイエスマンがいっぱいいるのは心地はいいんだけど、でもやっぱり会社がこれから大きくなっていくにあたって、その自分がこのまま進んでいっていいかわからないっていうのがやっぱ正直社長としては不安があるわけなんですよね。その不安がある中で、あの時々やっぱりその自分とは違う目線を与えてくれるっていう人間がいてくれないと困ると、うん、だからそういう意味で僕なんかすごい反骨精神が強いっていうか、まああのなんか社長に対してもなんかズケズケ反対意見とか、あのこれは違いますよ、あれは違いますよっていうことをなんか言ってくれそうだと。で今そういう社員が欲しいし、あのやっぱり営業マンとしてのその能力が高い人っていうのも求めてるから、まああの将来的にはちょっとうちのまあ幹部候補として来てもらえたら嬉しいなっていうことはまあおっしゃっていただけましたけどね。うん、まあ、ただそのためには僕もあの宅建取らなきゃいけないなって、まあ、不動産の会社なんでね、宅建取らにはいかんなっていうのは思ったんで、うん、ちょっ
ょっと勉強を始めなきゃいけないけど、で不動産やっててさ、なんか宅建持ってないって無免許で運転してるようなもんじゃないですか。なんか某大手企業とかはなんか毎年宅建受けに来る人がいるみたいですけど、ほとんどが記念受験で受かる人なんかなんかもう1割2割いるかいないからしいんでね。うん、そうそうそう、なんかあの全体の合格率がなんか 20% くらいみたいな言われてるんですけど、まあ、そのうちのまあ5割から6割がそのなんだっけ、記念受験みたいな、勉強しないけどとりあえず会社で受けろって言われてるから、あの受かっても受からなくても別に何も言われないんだけど、あのそういうので来てる人たちが多い、そんな話らしいんでね。だからそういう意味では真剣に勉強したら、まあ普通に考えれば受かる。だってまあマーク式らしいんでね、まあ確かにマーク式だったら受かりやすいわなと思うんですよね。でもね、僕ね、あんまりマーク式得意じゃないっていうか、なんかあのトラウマを結構抱えているのはありますけどね。大学受験マーク式のところの方が落ちたっていう経験が多いんでね、まあ受かったのは1個しかないんだけど、うん、そうね、まあ0か4点かみたいな差ですからね。そう考えたら、ね、受かった人たちっていうのはすごいなっていつも感心するところなんだな。うんうん、さてと、ここを切り抜けてどこまでやっていくかだよな。意外とこうチャプター5の1って長いからどうしよっかな、まあ、とりあえずこれを取っておいて、まあゴミ処理場の前までにしようかな。多分そこで20分くらいのちょうどいい時間になりそうな気はする。これ来てるよね、来てるよね。どうしようかな。とりあえずハンドガンは全部使い切っちゃおう。このくらいでいこうかな。 OKOK。 あ、ちょっと待って、全然昼間、もうちょっと俺の中であの昼む予定だったんだけど、どうしよう。これが弱点なので見て、あち火炎瓶がなんか、火炎瓶じゃねえや、あの焼夷弾が弱点らしいんですよ、なんかこいつ、うん、寄生虫は虫だから弱いのかな。も燃えたら、あー、オッケーオッケー、倒したね、うん、で、5000パーツもらえるんで、まあ結構美味しい。初めて出てきた時はこいつマジで怖くて、もうなんか本当に素通りしたけどね。何してくるか全く得体の知れない存在だったからね。そういうのがいたらなんかやっぱちょっと最初は、あの僕はどっちかというとその実況者向けじゃない人間になっちゃうんで、うん、ひたすら逃げちゃうんですけどね、うん、さてじゃあもう一体いますんで、燃やしますと。で、あとはハンドガン使い切っちゃった方がいいんだけど、次あいつどこで出てくるっけな。あのガナードじゃなくて誰だっけ、まあ武器処理とガナードを間違えるで、まあ武器処理もガナードらしいけどね。なんかあ残り14です、ね、あれちょっとこれ全部ちょっと打ち切れない。バーッて打ち込んだから死ぬかなと思ったけどダメでしたね。よいしょ。じゃあマシンピストルも積極的に使っておいて、あれこいつ買った、ああ、いた。うん。じゃあ、ここでプリンプリンお尻しといて、女性なんだっけこれ、素体が。覚えてないけど。うん。で、実はこの奥の通路にも1体いるんですが、もうここはね、ちょっと無視して、一旦あのサーモスコープを取りにね、冷却室の方に行きたいと思います。サーモスコープね、あの3つ場所取るからね必要なんですよ。で、いやますます寒いよなこれな。先にアイテム回収、あでもアイテムしまった。アイテム回収したことによりスペースがなくなった。これよ、まああとは野となれ山となれ作戦ってやつですな。しまった。とりあえずちょっと止める。これでも止めてさ、すぐにさ中身取り出せるってどういう冷凍、手が伸びてきてる。こいつも復活すんじゃね、止めたことによって。どこに何があるかちょっとよくわかんないけど、足も見えたね。さすがバイオの世界、奥が深い。そりゃそうだろ、凍らされるわ、規制されるわ、最悪だもんね。
さて、じゃあ、OK、じゃあこいつ出てきたので、ね、ドスンと落ちてそっちには倒れんやろ。じゃあサーモスコープも装備をして、くるっと振り返って、OK。サーモスコープね、普通にこいつ倒すだけじゃなくて捨てたらダメ。そいつ捨てる、これつけるだけでね、あの敵の位置も把握しやすくなるから結構好きなんですけどね。ほら、あっちじゃ下手くそ。OK。OK。じゃあ、チョキッ。で、こいつの、お金も回収して、いったんね。外に出て、外のやつも芝居といて、あ、おいしいですね。うん。じゃあこいつもぶち止めして、でそうだな、やっぱりちょうどいい感じかな。これよりも先に進んでいくとちょっと終わりどころがなくなってしまって、でかつ長くなってしまう可能性があるので、一旦すいません、このチャプターね終了とさせていただきたいと思います。はい、皆さんもね、あの人から好かれるようになるためには、ぜひね、あの足しげくその人に会っていただけたらなというふうに思います。ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、あのチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ということでね、本日は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。